ナンバーアンダーラインアイガンユータテダッシュ復帰間近か,かをくた玉ロケで流された記号意味深記号テロップナンバーアンダーラインアイの騎士ユータ29のバラエティ番組ザ鉄腕ダッシュ日本テレビ系復活が現実味を帯びてきている先週6日の同番組には嵐の二宮和也が登場し 奥多摩で時代の国分大地とのロケを放送。食後のデザートとして川でスイカを冷やしていたが、そのスイカこそ実は騎士と関係があった。昨年の同番組の中で、騎士がジャンボスイカを育て、二宮に振る舞うという企画が放送されたが、川でスイカを冷やしていたところ、増水で流されてしまう。ところが、 騎士がスイカを育てていた鉢から別のスイカが育ち、その種を国部が育てて、今回のロケで使われたのだ。スイカを前に国部は、あいつ、騎士の思いです。これは、と話せば、二宮も、騎士も来たかったはず、と頷いた。そんな時、今回はスケジュールが合わず、とテロップが流された。スケジュールが合わない、ということは、 少なくとも番組側が出演オファーを出していたということ。ネットでは、騎士の復活もありそうと盛り上がっている。騎士は昨年9月末に旧ジャニーズ事務所を退所した。そして同年10月15日放送を最後に同番組には出演していない。日テレ関係者の話。番組には出演していませんが、番組を卒業したという扱いにはしていません。 今でも仲間だと思っている番組スタッフばかりです。出演に関してもタイミングが合えば出したいということは、いつも念頭に入れていると聞いています。ナンバーアンダーライン愛の平野翔が7月に2時間特番として放送されたバラエティ番組、サンピープル1枚ニュートの MC を務めたように日テレの番組に出演することに問題はない。騎士の復活も時間の問題と言えそうだ。